ポランコは、メキシコシティのミゲルイダルゴの地区で、高級住宅街として知られる。東西に走るプレシデンテ・マサリク通りは、国際的な高級ブランドショップが立ち並ぶ一角として、知られる。旅行ガイド類でしばしば、メキシコシティのビバリーヒルズと呼ばれる。マサリク通りのブランド店、ポランコは北をエヘルシートナショナル通り、東をヘネラル・マリアのエスコペド通り、 南をレフォルマ通りとチャプルテペク、西をマヌエル・アビラカマチョ通りに囲まれた地区である。ポランコの名前は近くをかつて流れていた川に由来する。川そのものは、スペインのイエズス海士だったフアン・アルフォンソ・デ・ポランコから名を得ている。ポランコは主に中流、上流階級の人々が住む。ポランコに住んだ有名な人物には、ラサロカルデナス、ミゲル・アレマン、 エミリオ・ポルテス・ヒルラの歴代大統領、俳優のマリア・フェリックスや映画監督のエルネスト・アロンソ、画家のダビッド・アルファ・ロシケ・ロスラがある。スペイン人、ユダヤ人、ドイツ人、レバノン人などの外国人も多く、メキシコシティで最も多様な文化を持つ地区になっている。目抜き通りのプレシデンテ・マサリク通りの名は1936年に付けられた。 チェコスロバキア初代大統領のトマーシュ・マサリクから名を得ており、ここに住むユダヤ人コミュニティによって人権とユダヤ人の守り手と考えられていたマサリクを称いて命名された。2000年にチェコ政府はマサリク大統領の像を寄贈した。他の通りは人文学者、哲学者、作家などの名が付けられている。パラシオ・デ・イエロのポランコ・テン・プレシデンテ・マサリク通りは メキシコ及び、ラテンアメリカ全体で最も贅沢なブティックや、レストランなどの立ち並ぶ通りとして知られる。世界のベストレストラン50に選ばれた、プーチョル、クイントナルなどの有名店はいずれもポランコ地区にある。ポランコの中央南部には、リンコルン公園があり、シカゴのリンカーンパークにある、リンカーン像のレプリカが置かれている。またマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの像もある。 ポランコには高級ホテルも多い。ハイアットリージェンシー、メキシコ式の建物は1987年に竣工した142メートルの超高層ビルである。他にデパートのリベルプール、ショッピングセンターのパラシオでイエロなどがある。ポランコ地区は植民地時代にはサンフアンでロスモラレスという名前のアシエンダであった。モラレスというのはクワのことで クワが栽培されていたことからこの名がついた。メキシコ革命以後、1920年代後半にメキシコシティの人口拡大が起きたが、ポランコは、レフォルマ通りの延伸とチャプルテペクへの近さから、上流、中流階級が騒がしいメキシコシティ中心部から、逃れて新たな住宅を建てるために、魅力的な地域であった。1985年のメキシコ地震以後、 被害の大きかったメキシコシティの中心部から多くの人々がポランコに移り住み、ポランコには会社、大使館、学校、高級ホテルなどが建てられた。1990年代以降急速に発達した。アンタラファッションホールポランコの北に隣接するグラナダ地区及びアンプリアシオングラナダ地区は工業地帯だったが、ヌエボポランコの名で2008年から急速に開発が、 進んだ。ただしポランコのような緑地を描くという批判もある。ヌエボポランコにはソ馬マヤ美術館のプラサカルソ館、フメックス美術館、ショッピングセンターのアンタラファッションホールなどがある。ありがとうございます。